サラ・ティーズデールはアメリカの女性詩人ミズりリ州セントルイス生まれ日本では韓国のテレビドラマ冬のソナタ第13話で彼女の作品ザ・フライトが引用され知名度が上がった主な主題は愛・自然美及び詩でありその作品は20世紀初期にこよなく愛された1918年彼女は詩集ラブ・ソングズで コロンビア大学ポエトリーソサエティ賞及びポエトリーソサエティオブアメリカのアニュアルプライズを受けた。彼女のスタイルと序成は詩スプリングナイトにおいて十分に冷笑されている。彼女は中性健康に恵まれず、9歳になってようやく自宅から1ブロック離れた私立学校に通学し得ると判断された。1889年、メアリーインスティチュートに行き、 翌年ホスマーホールに登録され、1903年に卒業した。彼女に影響を与えた者には、実際にその演技を見たことがない女優エレオノーラ・ドゥーゼ、詩人ロセッティ、そして1905年から始まる複数回のヨーロッパ旅行がある。1913年、彼女は二人の崇拝者から求愛された。詩人ベーチェル・リンジーは彼女と恋に落ち、一時は毎日、 長い恋文を送った。その後、彼女に結婚を申し込み、彼女も彼に深い感情を抱いていたが、彼女は1914年30歳の時に裕福なフィルシンガーと結婚した。翌年、ニューヨークに移り、同地は彼女の余生を過ごす地となった。ティーズデールとリンジーは、修正、愛情あるしかしプラトニックな友人で、リンゼーによれば、彼女はリンジーの人生で、 最も霊感を与え、最も満足させる友人であった。彼女は、リンジーが、自身の最高傑作と信じる、ザ・ジャイニーズ・ナイチンゲールの霊感の源であった。ティーズ・デールは、優れた、ビクトリア朝的養育の所存であり、死に表現した情熱を人生で経験することは、決してできなかった。その結婚は幸福ではなく、フィルシンガーとは1929年に離婚した。 彼女の健康状態はさらに悪化した。1933年1月29日の朝、ニューヨーク市内のアパートメントで睡眠薬を過量摂取し、暖かなバスタブに横になり、眠りに落ち、二度と目覚めなかった。最後の一部の人々によれば、最高の死臭、ストレンジビクトリーは、同年、彼女の死後に観光された。ティーズデールは、 セントルイスのベルフォンティーンセメタリーに埋葬された。彼女の自殺の2年前の1931年には、友人で、元旧婚者であるリンジーもまた自殺を遂げている。1914年、彼女は、ストリート、ルイスウォーク・オブ・フェーム入りした。1933年の自殺をめぐる、都市伝説がある。それによれば、地、アイシャル・ノット・ケアは、前の恋人宛ての自殺の遺書として書かれたという。 しかしながら、実際はこの詩は自殺の18年前、1915年の詩集リバーッツ・ツー・ザ・シーにおいて刊行された。ありがとうございます。